どうもお久しぶりっす。ブリッツじゃないがな、マリサだぜ。今回やっていくゲームは、モダンウォーシップというスマホ回線ゲームだよ。この前のゲームとは何が違うのだぜ？はい、前回プレイしたゲームは第二次世界大戦時の戦艦同士で撃ち合ったけど、このゲームは現代戦となっているよ。じゃあイージス艦とかもあるのか？それはもちろん。このゲームでは、駆逐艦、フリゲート艦、空母、潜水艦などといった、たくさんの種類の艦艇で遊ぶことができるよ。おお、潜水艦まであるのか。見てもらったらわかると思うんだけど、このようにヘリや戦闘機は自分で操作して攻撃することができるよ。このヘリは何なんだぜ？今使っているのは、AH-64 アパッチだよ。この機は、実際に自衛隊でも使われているよ。おお、そうなのか。ところで、今使っている艦艇は何なのぜ？今ヘリを操作しているので見えないけど、今回乗っていく艦艇は、こちら。日本、ティアニ、実艦、グラマ、だよ。おお、海上自衛隊か。この艦は、白目型護衛艦の2番艦艇、1981年に就役したよ。全長159メートル、全幅 17.5 メートル、基準排水量5200トンだよ。速力31ノットで、定員は360名だよ。そして、この艦は2017年に除雪となったよ。約40年くらい頑張ってくれたんだな。このクラマは、ミサイルは持っていないけど、魚雷や飛行、ブレランなどといった、近距離攻撃がとても強いよ。また、このゲームの武装は、同じギアであれば交換したりできるよ。ほほう、組み合わせ方によって性能も大きく変わるということか。そうだね。じゃあ戦況を見ていこうか。にしても、だいぶ激しいな。このマップは割と狭いから、試合の展開もスピーディーなんだよね。マップが狭いとなると、グラマの強みを活かせる場面が多くなるね。とここで敵イージス艦を撃破。実はこれ、プレイヤーとの対戦ではなく、ボットと対戦しているんだ。じゃあオンラインプレイはできないのか？いや、このゲームでは、オンラインでも、オフラインでもできるんだよ。しかもブリッツみたいに正体もあり、さらにはルームもあるよ。ブリッツの上位互換のように見えてきた。正体は、最大で6人くらいとできるよ。多分、なるほどな。友達と遊びたいのならオンライン、経験値とかを貯めたいのであればオフラインかな。おっと、もう試合が終わっちまったぜ。ではでは2戦目行こうか。なんだよその効果音。いいじゃないか。まずはヘリを発艦させて、殺敵を行うよ。ここら辺はブリッツと似ているな。今回のマップは、さっきのと比べてまあまあ広いので、殺敵は大事です。はい。あ、左上のマップを見てもらったらわかると思うんだけど、なんか赤い丸が薄くあるじゃん。これが、敵がいる可能性があるところを示しているよ。お、敵艦を発見したな。早速攻撃していくよ。なんか、いろんな武装を撃てるんだな。そうだね。このアパッチだと、機銃、ミサイル2種、魚雷4つが撃てるね。これ実際こんなに装備しているのか？知らん。とここで敵艦撃沈、奥の艦を攻撃していくぜ。いやーやっぱ爽快感があっていいね。おい霊夢、グラマの体力ゲージを見ろ。なんか瀕死なんですけど、とりあえず距離を取らないとやられてしまうぜ。とりあえず飛行撃て。ついでにブレランも。おお、敵艦の体力ゲージが一気に減ったぞ。よし、あと少し。超必殺マスカブンガアタック！残念でした。こんな上位に嫌だわ。近くにいるのはあの空母ぐらいかな？なんかすごい形してんな。あれはね、スキージャンプ式って、カタパルトを使わず発艦できるような形状になってるんだよ。お、あ、解説はバス。てかこれ持ちこたえられるのか？そんなわけねえだ！諦めんなよ。なんだろう、修造で修造を慰めるっていうね。何そのパワーワード。まあ、とりあえず距離もまあまあ離れてるし、なんとかなるっしょ。今度空母とかにも乗って実況したいな。何それ楽しそう。あ、ちなみに日本の戦闘機だと、F2 とかがあるよ。平成のゼロ戦だな。でもね、このゲームだと、日本の艦艇が総じて少ないような気がするんだよね。今後に期待だな。じゃあ今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。